こんにちは。おふでちゃんこと書家の田坂邦夫です。これから皆様のお住まいの地名をかっこよく書くワンポイントお伝えいたします。諏訪の解説に入る前に、ごんべんを攻略しておきましょう。言語の言、もし一文字であれば上のような書き方になります。中心がここ、左右は均等、ここの合間も均等ですね。しかし、辺になった途端形が変わります。こちら側に作りを置く都合があるので、右半分はかなり遠慮します。点の位置も中央というよりはかなり右寄りにあることがわかります。長くて短いです。まあ、ここはまあほぼ一緒ですけれどもね。で、高さは同じ幅になります。このことを意識しながら諏訪の解説を見てまいりましょう。諏訪の解説です。ごんべんは先ほど解説で見ていただきました通り、こちら側がまっすぐ、こちら側は出ても良いのですが、こちら側が遠慮しています。点の位置もこちらになります。そして主と方、こちらは3パーツからなっていますが、こちらは2パーツです。なので言語の右側の線がかなり位置が違います。3パーツということを意識すると書きやすいと思います。また、横の線ですが、実は、なんとなく、ほぼほぼ揃っています。2本目と大体こんな感じですね。で、高さは幅が均等になります。訪問の方、こちらも大体、このあたりから方の横画が出ています。方という字ですが、書き順、こっちから書いてしまう方、時々いますが、こちらからになります。ありがとうございました。また次回ご一緒に書きましょう。地名のリクエストもお待ちいたしております。チャンネル登録よろしくお願いいたします。